はい、今回は HG シリーズゴジラ2第2弾ですねをレビューしようと思います。はい、この紙から見ていこうと思います。まず HG シリーズゴジラ2ですね。この表紙がデストロイヤーとなっております。ちょうどゴジラ VS デストロイヤーが公開された年にできたものですね。で、ラインナップとしては、他はモスラ、星中、ゴジラ1996、バトラ、星中、リオランテ、カッキングギドラとなってます。で、こっち組み立て方法で、ここにラインナップが書かれてます。1996って書いてある。はい、じゃあまずこのゴジラ、デストロイヤー完全体からいきたいと思います。まずこの、バーサスデストロイヤーシリーズの公開されたということで、結構これ目当てに、ガチャガチャを回した人も多かったと思います。で、この何このカブトガニみたいなこの作りとか塗装のこのコントラストとか、かなり凝っていて、すごいなと思いました。まあこの当時のクオリティは、たまに雑なところもあったり、たまにすごい凝ってるところもあったりということで、まあ、このデストロイヤーはこの200円でゲットできるフィギュアとしてはかなり、素晴らしい出来だと思います。はい、はい、次にゴジラ96ですね。いわゆるデスゴジと呼ばれるゴジラ VS デストロイヤーに出てくるゴジラの形をしているんですけれども、なぜか塗装はバーニングゴジラになっていないという、なんかよくわかんない状況となっております。バーサスデストロイヤーだったんで、これバーニングで出した方がもっと良かったんじゃないかとは思います。まあ形はかっこいいんで、まあ、これで普通のノーマルゴジラとして出てるので、ファンとしてはなんかまたこうオリジナリティがあっていいんじゃないって思う人もいるとは思います。で、初期版と比べてやはりそのツルツルテカテカ、仕様っていうのがなくなって、このパート2からはこう何このなんつったらいいんだろう、このツルツルじゃなくなったんで、また面白趣がまた違う、味が出てきております。で、塗装もかなりまた凝っておりまして、この背筋と背びれとかも、いい感じじゃないですかね。かっこいいですね。はい、次にこちらモスラ星中となっております。これは僕もかなり、気に入ってこれで遊んでいた記憶があります。で、まずこの羽がかなり綺麗な、裏表すごい素晴らしい塗装となっておりますね。結構裏側って結構はしょったりするんですけれども、ここのシリーズではちゃんとなっておりました。で、ここ穴があるので、ちょうどこう穴は開いてるんですけれども、その別に立てるパーツ、エフェクトパーツ的なものがないです。エフェクトパーツがないので、他の HG シリーズについてる飛んでるメカゴジラとか飛んでるモサラとかがいると思うんで、そういうのの、このパーツをつけていただくとこう立つようになります。はい、不安定です。はい、次に、バトラ星中となっております。こちらも、同様に穴があるので、パーツを差し込めば立つ仕様にはなるんですけれども、当時の、パーツはついてなかったんで、どうしたらいいのかよく分かんなかった記憶があります。何か差し込んで、櫛とか差し込んで立たしてた記憶があります。この櫛差して消しゴムガチンみたいなね。はい、で、このバトラーも
かなりいい出来となっておりまして、後ろ羽の後ろも表も、素晴らしい塗装となっております。で、なんだろう、うん、これもちょっと立たせようかな、立つのかなこれ、うい、うい、お、こんな感じで立つんですね。バトラーかっこいいっすね。はい、次が、ビオランテとなっております。この200円でこのクオリティのビオランテが出せたっていうのは当時すごい素晴らしいことだと思います。いや、これすごい、あのもう横の幅の引かせ方がもうすごいですけど、この触手とかも全然チャチくないですし、むしろすっごいこだわってて、あのこの何この細かいとこまでなんかこう作りとか塗装とかも、まあ塗装はそんなに端折ってんのかな、でもこの細かい作りがすごくあのかっこいいっすね。だいぶあの価値が、価値じゃない、だいぶクオリティが高いと思います。あのこのキワのところとか塗装はされてないないですね。なのでこう開けてるこの触覚の口とかも何も塗装はされてないんですので、まあそこら辺が、その次回の改善ポイントなのかなと思っております。おります、もう終わってますけど、これとっくに、あ、閉じた、はいはいはい。まあ、しかしまあこのビオランテがガチャガチャで出ていたと、なんかかなり良い時代だったなと思います。こんなのが200円で買えるっていうのは素晴らしいですね、本当に、うん。はい、最後がメカキングギドラです。で、これもかなり、すごい出来となっております。で、メカキングギドラのこの羽の詳細なとことか、こう何このセンターの首のところとかボディとかもちゃんとすごい作りができております。で、塗装の色としてはあのちょっと暗めのトーンを選んできているので、あの EX シリーズのキングギドラと同じトーンですかね、となってますね。なんでちょっとあの HG1 とはちょっと色が違う感じになってます。で、これがあの当時めっちゃ僕あのやっててダブったんですよ。めっちゃダブった。メカキングギドラあんまなんか嫌いになっちゃったんですよ。これあのビオランテがなかなか出なくて、めっちゃやりまくってたんですけど、これメカキングギドラのダブり具合が半端なかったですね。こんな感じで HG シリーズゴジラ2の、レビューを終わりにしようと思います。パート1とパート2でゴジラ VS シリーズの怪獣をすべてカバーできたんだと思います。なので、もう何なんだろう、このゴジラシスで終わったバーサス、シリーズが終わったんで、もしかしたらもうこれ以上は出す気なかったのかもしれないですね。がしかしって感じですね。まあここからまだまだ、歴代のシリーズは続くということで、ここからまだまだ歴史が始まるということだったんですね。はい。てな感じで終わりにしようと思います。はい。では、ご視聴いただきありがとうございました。